ホームの大分戦65分のシーン。を狙った。鈴木が締めてカット。渡り。松本。渡りが体を入れる。粘った柴戸。柴戸のプレーに拍手。スコアが2対1で、相手のクリアボールがサイドにいる相手の選手に渡って、まあ、自分がついてたマークが、まあ、動き出しそうになったので、まあ、1回下がる判断をしたんですけど、まあ、ダイレクトで自分のマークにパスを落としたので、そこにプレッシャーをかけて寄せるっていうところを考えながら、その選手を自由にさせないっていう距離まで、詰めました。その選手も、ワンタッチでリターンをしたので、まずワンツーをやらせないっていうところで、自分がついてたマークプレッシャーに行った選手に対して、戻って、ワンツーをさせないっていうところを、意識しながら、戻るコースを考えて、で山君がプレッシャーに行けてたので、まあ、ダイレクトか後ろに止めるかだと思ったので、まあ、ダイレクトのコースを、消して、山君に対応させようと考えました。でダイレクトで叩いてきたんで、相手のパスがちょっとずれて、まあ、自分のところに来て、で最初ヘディングで後ろに返そうと思ったんですけど、ボールの高さ状況と、後ろの選手のポジショニング、状況、相手のフォワードの立ち位置を見て、まあ、トラップするっていう判断をしました。でここで、まあ、自分の強みである球際の強さだったり体を入れるっていうところ、ねじ込むっていうところで、まあ、前に入れたんですけど、まあ、ちょっと倒れてしまったんで、倒れた時にもう一人フォワードが前から来るのが見えたんで、倒れたけど滑りながら起きるっていうか、前に入って相手の後ろからの圧力で前に滑りながらボールを追いかけるというか立つっていうのを意識して、ちょうどいいタイミングで足出したら相手とこうバーンってなるじゃないですか、うんうんうん、その瞬間を狙って相手が運ぶ瞬間に足出すと力止めてる方がこう入れ替わるんで、 その、うん、それを意識して足を振ったりとかしないで、ボールの前に置いて相手が押してる力に対してその逆に、自分が力を加えるというか、止める感じでっていうのを意識して、で相手は自分の止める側に対して反対側に勢いがあるんで、体はこっちに行くけどボールだけ止まってるっていう状況が起きるんで、まあ、それを、うまく、この倒れながらの中に、考えながら、相手からボールを二人いる状況に対してもできたかなっていうふうには思います。まあ、一つは、まあ、自分の前目の前にいる相手選手、整体してる選手に対して、絶対に負けないっていう思い気持ちを持つことが一番大事で、うん、それは奪いに行くこともそうだし、ついていくことも含めて、この選手には絶対にやらせないっていう思いを持つこと、それがあって、まあ、その先にいろいろあると思うんで、まずそこがないと、例えばこのシーンだったら後ろ3枚いるから、牧野選手が出てきてトミーがマークついて橋岡がカバーすればいいと思って戻らなかったりとか、ワンツーされて行かれても後ろにいるから大丈夫だろうって思わずに、自分がついてたマーク、自分が本来いるべきスペースが空いてるっていう状況とかも含めて、自分のところでは絶対にやらせないっていう思いを持つっていうのはすごい大事かなっていうふうには思います。やっぱり周りに味方がいたり、数的有利で相手が数的有利でディフェンスしてる時って結構人任せになっちゃったりとか、逆に人がいることでやってくれるだろうって思いがちなんですけど、そういう時って結構やられたりとか
逆に同数とか少ない時の方が、守れるケースも、まあケースバイケースですけど、そういう時もあるんで、あのまず自分が目の前の相手に負けないっていう思いを持つこと、気持ちを持ってプレーするっていうことはすごい、何よりも大事なことかなと。まあこういうプレー含めて、走って戦う、熱い気持ちを持って、相手の攻撃の芽を摘んだりとか、相手の攻撃に対して、まあ、チームスポーツなんで一人で守るっていう部分もあると思いますけど、チームとして守っていく上で、自分がどんなプレーをするかっていうのを常に考えながら、球際で激しく、ボールを奪い切って、さらには、攻撃、得点までつながるように奪った後に、前に、裏にボールを出していきたいなというふうに思います。